ってんじゃおるの。ほれ、コロッセオに行くんだよ。ブチャラティを治療して故郷に帰ろうぜ。ああ、行こう。今、行くよ。ジョルノ、それでいい。気にするな。それで俺たちがここまで到達したことが完全なる勝利なのだ。運命とは眠れる奴隷だ。俺たちはそれを解き放つことができた。それが勝利なんだ。おい、急げよ。おめえが先へ行かねえで誰がブチャラティの負傷を治すって言うんだ。おい、ジョルノ。おっと、気ぃつけな、トリッシュ。ありがとう。何かが急に足元に。トリッシュ。おい、トリッシュ。どこだ、トリッシュ。トリッシュ。おい、ジョルノ。どこだ、トリッシュは。驚いた。トリッシュならそこにいる。ミスター。ミスター、ジョルノ、ここよ。つまずいたのはこの石柱じゃないわ。その影よ。私を置いていくな。君らに置いていかれたら、ここからコロッセオまでだって何日かかるかわからない。お、ポルナレフかよ。ポルナレフさん。あ、生きてたのね。でも精神の入れ替わりが元に戻ったんなら、あなたの魂は、つまり亀と。俺の肉体はすでに死んだよ。だが魂が吸い出された瞬間、この亀のスタンドにしがみつくことができた。鍵から外には出れないが、幽霊としてしばらく住まわせてもらうことにしたよ。ほえ。しかしあんたが元気だったのはめでたいんだがよ、まだ終わりじゃねえ。コロッセオにブチャラティの傷を治しに行くんだ。ブチャラティ、彼の魂は確か。ちょっと何してんのよ。あ、いや、終わり。おめえの言う通りだと思ってよ。俺、やっぱり変な匂いかも。これが俺の匂いかよ。香水つけようかな。そう。なんかあの時変なこと言っちゃったけど、必死だったせいか別に気にならなくなったわ。逆に結構懐かしいななんて思ったりして。お、そう？そう？ええ、でも変な指。どうする、そいつを。去ってしまった者たちから受け継いだものはさらに先に進めなくてはならない。この矢は破壊しない。矢は亀の中にしまえ。それでいい、ジョルノ。それでな。それが生き残った者の役目だ。行こうか。コロッセオ。